はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ビサススタッフロストです。さあ本日なんですが、ビサスアストラウドが実装されたことによってですね、まあ、スケアクローデッキが、まあ、数段パワーが上がっているというところがありまして、これをちょっと今日は使っていこうかなというふうに思っております。あのね、何が強くなったかっていうと、まずですね、あのビシャスアストラウドの、まあ、融合召喚条件がすごい緩いんですよね。ビサスプラス、まあ、今回で言うとライヒハートっていう、まあ、墓地のカード、これを除外すると出るんですけども、これで、出せるから結構簡単にまず出てくるアストラウドが。でアストラウドってまずそもそも特殊召喚に成功した時にモンスター破壊できるんで、高校で出しても結構強いじゃないですか。で高校のやつも強いのに先行でも展開札として強いんですよ。これなんでかっていうと、クロシープっていうモンスターがねいまして、これリンク先に融合モンスターが出てくると自分の墓地から、下級のモンスターをね、あの特殊ができるよっていう効果があるんですけども、この効果ですね。これがね、要は効果モンスター3体分になるんですよ。クロシープ、アストラウドで、クロシープの効果で蘇生したモンスターっていう、まあ、3体分になれるってことは、トライヒハートが簡単に出るってことなんですね。トライヒハート、まあ、もちろんリンク4とかも出るけどね、アポロウサとかもう出そうと思ったら出るんだけど、トライヒハートが簡単に出せるようになっておりまして、この動き使うとってことはですよ、あのね、アストラウドとあ、そうじゃない、スタッフロストとライヒハート、これをですね、リンク素材にしなくていいんですよ。バランスにしていいんです。結構割とその展開途中で、まあ、盤面にモンスター2体は用意できるけど3体分にならないなっていう時が結構今まであったと思うんですけども、これがバランスを出しながら3体分にすることができるようになったので、すごいね、盤面が強くなります。最終盤面が、はい、まあ、理想盤面はね、トライヒハートプラス、まあ、スキャクロー下級モンスターが、いる状態で、さらにそこにバロネスと、まあ、フェンリルとツインソーが構えられてるみたいなのが一応理想なんですけど、結構この盤面が作りやすくなりました。だからね、かなりね、強力な盤面が仕切るようになっていまして、今までスキャクローってなんか先行盤面あんま強くなかったじゃないですか。これがね、だいぶ強くなりましたんでね、はい、さすがにパワー高いと言わざるを得ない。はい、というわけで早速ね、このデッキ分回していきましょう。デュエルスタンバイ。あー、なるほど。G 受けられないっす。あんま、受けられるか言うて、ツインソーあるわ。フェンリル特集。このデッキ、ね、G が重いんすよね。めっちゃ G と2ミルですねが重いんで、なかなか、まあ言うて、あとドローフラグ6バルとかもまあまあ重いしね。まあ誘発結構食らうので、まあその辺はね、まあ弱点ではあるかなといったところですね。相手なんもないのか。一応ね、2ビルケアするんだったら、なんかもうツインスをセットしてエンドみたいな動きしてもね、全然いいと思うんですけども、まあちょっと全力展開していきますかね。一応ツインスをあるんで、スケクシャ後で出して、でツインスを構えるみたいな動きもできますからね。一応ね、はい、ちょっと全力展開目指していきましょう。まあ、一応全部通る場合はめちゃくちゃすごい盤面できると思います、このハンドであれば。はい、ビサススタフロストで爆発させまして、これ後からね、墓地から戻ってくるんでね、この人は。はい、なんか知んないけどビサスがいると寂しがり屋なんで。てかこいつだけなんかさ、絵柄おかしいんだけど、イラストのなんか質おかしくない？これなんでなん、なんか一人だけなんか、ぬいぐるみみたいな見た目じゃないこれ。あ、強っ。やべえ、なんかめちゃくちゃ強い。これは一旦バロネスをね、爆誕させてもいいと、おばあちゃんが言っていました。はい。バロネス、フェンリル、トライキー、ツインソー、無限抱擁ですね、これ。強ない。そんなことある。そんなことあるみたいな盤面になるけど、大丈夫かな、これ。で、こうして、で、スケクシャちょっと温存できるレベルですね、これ。もはや。黒し出しに行きましょうといったところで、はい、黒シープがね、めちゃくちゃ優秀でね、リンク先に融合モンスターとかシンクロモンスターが、出てくると、なんか効果いろいろ発動できるんですけども、融合モンスターが出てくると墓地のね、なんか柿モンスターレベル4以下のモンスターかっけー、アストラウド相変わらず神ゲーで黒シープ効果、墓地の柿モンスター蘇生できるって効果がありまして、これでですね、あれなんですよ、効果モンスターが3体並ぶんですよね。これでトライヒ出るっていうね、これめちゃくちゃ強いでしょ。うん、これなんかでも要はモンスター2体分か3体分になるからさ、トライヒだとめちゃくちゃ出しやすくなるんだよね。うん、これ最強で、トライヒの効果で、釣り上げて、
で後続持ってきて、これさすがに強えな。うわスーパーウェブレター、あ、まあ、相手が妨害なんもなかったっていうのもあるけど、で無限法要ツインソーで増時、いやさすがに強いね。エンド、もうこれ増時スタンバイ投げちゃっていいんじゃないこれ、まあ、賛成の際ヒアで、もう賛成の際ヒアでこれ増殖してる時もスタンバイ投げていい説、こんだけあるんだったらやべめっちゃくちゃ裏目引いたわで皆さんは、スタンバイフェーズ何もモンスターがいない時に増殖する字を打つのやめましょう。これバロネス使うってこと、まあ、バロネス使うしかないか、これやばいな普通にまあ無限法要とないね、無限法要ってことはないと思う、多分これ多分トップガンマだと思うわ。相手打ってないから、相手のターンに、相手のターンというか自分のターンか、こっちのターンに打ってないから、多分トップがガンマで、また無限法要もないので、あったら絶対打ってるんで、まあなんで、まあ、とりあえずこれは1回スルーかなーと思いますね。はい、すいません、めちゃくちゃ裏切りました。参戦の際をケアするかガンマをケアするか、いやドロール今いらないな、増時取ってる時のドロール弱いんだよな、ちょとりあえず1回スルーでいいや。ツインソーあるんでね、まあ多分なんとかなりますね。スキアクロークシャトリアのうざ、スキアクロークシャトリアとかいうなんかトライヒハートへの回答やめろ、トライヒハートへの回答やめなさい。トライヒハート君がね、まあ全部のモンスター守備表示になって、守備表示のモンスターが発動して効果を受けないよという効果あるんですけども、まあとりあえずバースはいい、まあ、どこまで貫通されるか分かんないんですけども、で通常召喚ユニコーン、うん、で守備表示になる、うざすぎる、いやーそういう感じですか。ユニコーンの効果発動されます、まあいいでしょう、まあ、ツインスをあるんで、パーピアスはまあ大丈夫でしょう多分。どこで妨害打ったらいいか分かんねえんだよな、クシャトリラなんか貫通してくる反動、あビッグアイは無理だわ普通に、それは打つわさすがに、さすがに打つビッグアイはさすがにな、まだいいか、まだ無限保有あるからいいか、無限保有あるからいいわ、無限保有あるからビッグアイ効果無限保有でいい、はい了解、抱擁かましますで、ビッグアイ無効にしました。で残ってるのがツインソーとフェンリル、ツインソーフェンリルで、まあ、トライヒの、まあ、守備表示になる効果、まあ、これはどうでもいい、これバース除外しといていいか、これ強いなこれ多分、これでいい、これはだいぶきついだろう、スケクシャいいだろう、スケクシャいいだろう、はい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 いいだろう、よろしいで除外いいだろう、よし裏ラも来た、いいぞ今のところいいぞ、さあさらに展開してくるか、展開時武道会来るかこれ、さすがにこれ止まったろ、手数まあまああってうざいな、おっとなんだこれは、あどな強ないやべやべ、ツインストのタイミング見失ったんだけど、ツインストのタイミングを見失いました、どうしたらいいでしょうかやばい、俺こっから展開されるとかいう地獄起きねえよな、やべドナ破壊できねえ、ちょっとちょっとやべやべやべ、ちょツインストはやめてください、ドナの効果発動リリース、相手のフィールドの、あでもモンスターしか破壊できんのか、あじゃあいけるわ、ノバルも、はい、よし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 、危ないセットカード破壊できない、神ゲーよし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 、あぶねあぶね、大丈夫だったわ、セット、はあなるほど、そんなクソラコ展開いいのか、あぶねえ、いやーじゃあクシャトリアの止め方わかんねえんだよ、いまだによくわかんねえんだけど、まあでもまあこんだけ妨害数あったら雑に打っても死ぬっていう話ありますね。でライフォビアの効果発動して守備用紙モンスターがいっぱいいるんで相手のカードを破壊する、あービッグマン引いてんのか、なるほど、フェンリル効果発動、フェンリル回収、あとはまあアルティメットスーパーレンダーおじさん出せばいいんじゃないか、一回爆破するか、爆破してちょ2ビルだけケアしましょう、爆破しましてで、ライヒハート出して、1回目、
てか2ミリもないか、2ミリもねえわ。あったら打ってるもん、相手相手トップドローガンマだからねえわ。トライヒャートで、ベッドベロネア特殊、いいや、もうだから適当にこいつ持ってきたら勝てるわ。アストラで、アストラで、ヘルカイザーもびっくりの大連打組まそう。バトライズ行け、トライヘイ、そのパワー見せてやれ。うおー、1連打2連打、うん、3連打対戦ありがとうございました。いや、まあ展開通ったら強いね。あー、なるほど、そういう感じか。B 様やる気出しすぎだな、 B 様やる気出しすぎなのはちょっとあれなんだよな、いただけないんだよな。アリアンナロイヤルいいね。俺もアリアンナロイヤル持ってたわ。奇遇だな坊や、くしくも同じ構えだわ。まあ、別に構え同じじゃねえけど、はい、レディーオブザラビーですね。オッケー、セッツセッツセッツ、ターン短くていいねこのデッキは。そんな伏せたらやばい伏せすぎだろ、4伏せ怖すぎだろ。あー、まあ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 悪くないですよ、それは悪くない、悪くはない、悪くないだろう。クシャトリラ、フェンリル特殊召喚、さあとりあえずフェンリルで挨拶をしていきましょう。まあ、おはようございますという挨拶をして、まあ、どこで打ってくるかだな。あー、バルドラグマパニッシュメンツか、なるほど、パニッシュメント打たれてクシャトリフェンリルが吹き飛ばされていく。はい、バスタード、なるほど、いいだろう、天帝入ってるやつだなこれ多分、よろしい。で、アリアンナ効果1枚ドローでトラップアタセットできる、まあ、お若魔族だったら即処ができる、できないで、参戦の際発動しますか。1回一旦参戦の際でちょ一回パクリ行く、一旦パクリ行こう。今そんなにドローする必要ない、パクリに行きたい、できる限りで。ビッグうらら脳死うらら秒速うらら、秒速うらら、あまりにも早すぎるうららをぶち込む。あー、ウェルカム、チェーンギューできません、どうぞ。さあレディ行こうか、いいでしょう。まあビッグをですね、先ほどうららぶち込みましたので、まあ、あと怖いのはあの後ろ伏せカード1枚だけなんですよね基本的には。はい、なんであと1枚の伏せカードが何なのかによります、私の展開が取るかどうかは。さあこれによって、ストーブでビッグが向こうで参戦の際で1回パクりましょう、まあ、打点でいいかな、これは打点でいいか。まあビッグウェルカムはセットされてもあんま関係ないからいいや、打点だな。ワンチャンワンキル取れるかもしれない、わからないけど。でスケアクロー、アクロは召喚、これ除去やめてください、これの除去やめてください、マジでやめてください。うわー、なるほどいや、やりますね。レディー・オブ・ザ・ラブリースの効果発動、レディー・オブ・ザ・ラブリースはどこか、俺も使えの強誰まで裏側にしてリンクさせないという動きか、まあ、これツインソーかな多分。でツインソーセット、ダルマは結構痛いですね。まあ、表側にしますか、レディー・オブ・ザ・ラビンス、まあ、反転召喚、これあれなんだ、スタッフロストってあれなんだね、裏じゃダメなんだ。ああ、まあそうか、種族と属性が分かんねえもんな。これ叩きあるか、まあ、さすがにスタッフロストちょっと、展開したいんで、お前ちょっと消えろお前消えろ、自分の効果では破壊できる。まあ今は俺のモンスターだからな。そしてスキアクロライトハート特殊召喚、ロアゾア、オッケー。まあとりあえずあとハオールの魂と伏せカード2枚なんで、まあ多分なんとかなんじゃねえか。で、デッキが得点カード手札に加えていく。まあ、これは、さすがにライヒハートか。で、ライヒハート、特殊召喚、あ、ライフォビアも使える。ライフォビア効果発動。まあ、後ろ割る。オッケー、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 オッケー。いや、いいぞ、いいぞ、いいぞ。あとモンスター2枚ちょっとだけだろ。
で、スキャクロライヒーハート効果発動。で、ノバ加える。で、カード1枚ドロー。無限法要、なるほど。いやー、これバロネスまでは無理か。バロネスまでは無理そうだな。ノバ、バロネス、1体足んねえな。1体足んねえな。1体足んない問題。いや、まあでもさすがにこうじゃない。でぶち壊しに行く。 OK。 でスキアクロートライヒハート爆弾させる。でビシャス出す。ほいほい。でビシャス効果横になって効果発動して、で壊して殴れば一応処理できるか。壊して殴る、壊して殴る処理。バトルフェーズ、これバトルフェーズだな。バトルフェーズ、いや一応まくったんじゃないかこれで。オッケー。あ、てかこれあれだね、ビシャスでさレベル3破壊しなかったんじゃない。これあれだ、ビシャスで自分破壊だ、それだ。うわ、それだったわ。まあまああんま関係ないか。でもツインソー、ツインソーは打てるよね裏でも多分。これ分かったわ、これ今わ、いやー今気づいた天才ムーブ。これ多分ビシャスでレベル3破壊して、スキアクロートライヒハートで、あ、天帝、うわやべ、トライヒハートで、レベル3蘇生して動かしていけば多分もうちょっと盤面強まってた気がするな。1枚アドバンテージ稼げてるじゃん。うん、これミスりましたね。まあいいわ、まあまあまあ問題はない。多分さすがに大丈夫なんじゃないのこれ。ツインソーとかいう最強カードなんか破壊されたけどね。まあいいや。でエクレ出てくる。まあエクレはしょうがない。 OK 問題ない。でエクレ車効果いいでしょう。これで止まってくれると嬉しい。伏線2枚だろ、伏線2枚大丈夫なんじゃねえかさすがに。あー、フルドリス、はい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 。で出てきて効果無効、トライヒ無効か。なるほど、やるなやるな、いいだろやるやんけ。まあでもこれ打点下がってるから殴れないね強いね、打点下がってるから。ライフフォビアのあの効果で守備力、守備表示モンスターがいると打点下がるんでね。あー、なるほど。シャンドラ、ビッグウェルカム効果、シャンドラ対象、うめえやん。なるほど、それで家具セットか。なるほどな、オッケー。はい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 、いいでしょう。相手にとって不足はないでしょう。多分ね、あの伸ばるんで、あの上司の破壊効果効かないんで、トライヒカと多分ね、なんとかなるんじゃないかと思いますね。しかも守備になるしね、あいつ。はい、で装備効果、切って、でウェルカムとビッグウェルカムね、セット。はい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 、問題ない、いいだろう。相手にとって不足はね、 OK。 でバトル入る、フルドリスでぶん殴る。でそいつは打点がアップする。でそいつ破壊されて、まあ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 、まあ、OKOK、 いいでしょう。はい、了解。エンドフェーズトライヒャード復活するから全部守備になる。よし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 。うらら引き、うらら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 、音声認識機能搭載音声認識機能搭載つえうらら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 これうらら強いだけでは、これビッグエルカムにうらら通ってるだけではっていう説あるけど、まあいいや。デフェルカム、はい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 、オーケーオーケー、いいでしょう。は、ロイヤル加工のウェルカムを見せつけられていくが、通常加工のうららによってビッグウェルカムを打たせない。よし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 、いいぞ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 。でアリアンナちゃんの効果発動はまあいいわ。これレディか、ああ、いいだろう、レディ。まあ問題ねえ、相手にとって不足はねえ。あとはこいつら全員ぶん投げればいいかな。死世界ライフォビアの効果発動、
ドリス姉さん破壊して、はい、 OK。 ほんでビサススタフロスト出して、いやでもバロネス出ねえな、バロネス、バロバロバロネス君出ねえか、しょうがない、トライヒの効果使うしかねえか、トライヒの効果使って、で、打点アップ入ります、はい、 OK。 でなんか持ってきます。これはですね、ライヒまだノバ1枚ありますね、まだノバ1枚ありますね、ちょっとやばいですよ、時間がないですよ、時間がないですよ、時間がないですよ、やばいですよ、時間がないですよ、ちょっと急いでください、やばい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 、ちょっと待ってちょっとやばい、時間ない時間ない、ちょっと急げ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 、もう一回トライヒしたかったんだけど、できるかな、時間、いやまだある、まだ時間があると俺は読んでる、行こう、はい47秒、急げ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 、でトライ引こうか、でさらにレベル3のモンスター特殊召喚しながら自分のデッキから、これちなみに対じゃないですかね、この子が、この効果に対じゃない、でライヒ持ってきて、これでワンドローも入るてつノバも追ってこれる最強効果、 OK。 でこうして、でこうして、やばいですよ、時間ないよ、時間ないよ、急いでドロー同時 OK、オッケーオッケー、もう行こう行こう行こう、バトル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 、13秒しかないから急いで、あれ、あ、エクレシア、やー忘れてた、エクレシアとかいう最強モンスターの存在、しかも貫通用意してね、キモい、やばい、なんか鬼みたいなプレミしてる、助けて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 、エンド、やばい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 鬼みたいなプレミしてる、やばいって、ジャカーガーがエクレシアの対象でした、これエクストラデッキからできたモンスターの戦闘で破壊せないんだな、ミスった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 、助けてセット、やばいエンド、はい、うんこみたいなプレミしてる、やばすぎる、ちょっと待ってくれ、助けてくれ、でも残り100秒あった、これちょっと落ち着いて考えろ、落ち着いて考えろちょっと一回後ろ回るわ、一回後ろなんですね、え、あ、スキドレー最強カード、危ねえ、危ない、だからちょっと少々お待ちください、ビサススタグロストの効果発動して、カード叩き割って、ちょっと待ってくださいね少々お待ちください、こうして、ほんでトライ引こうか、これで、ね、スケクシャ持ってくればいけるか、スケクシャ持ってくればいける、あれ多分レディーでしょってことはね、パーチしてたから、あれレディーだから、でこれ出して、でこれで全員でぶん殴ったらいけるね、これ効果無効、殴るとき効果無効、殴るとき効果無効、スキャクいらない、 OK、 バトルフェイズ、はい、でこれこうだね、あ、貫通ダメージ入るから一応トライヒャードでいいのか、でこうして、あぶねクソテンパった、最後最後クソみたいな、テンパりを見せましたが、まあ勝ったのでよし、勝ったのでよし、勢いで押すタイプ、うわめちゃくちゃ下級来てんじゃん、着地狩りされなければまあ結構展開できるぞ、名店重機エイドス、やべえもん咲いてんな、ミカドじゃん、ミカドデッキや、ミカドデッキ、はい、マジェスティデビル、やばちょっと待って、いやそれやばい、やばい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 デッキだ、なんかメタビの中でもキモい部類のデッキだな、これ時を割くモルガライトやばいやばいことしてるな、ああ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 、なるほど、ああキモいカードめっちゃ入ってんな、おいブロックワークだとかいうガチヤバいカード入ってんじゃん、わかんねえそれは、月神の盾、まあ普通それもヤバいね、月神の盾、マジスティミル、モンスターの効果発動できない、モンスターの効果発動できない、ヤバ、モンスターの効果発動できない、やばすぎだろ、ちょっと待ってくれ、どうしたいのこれ、トライヒハートで守備に、まあ、守備になったところで守備になるだけだな、あいつ一応ポンポントライヒはできるけども、トライヒで蘇生はできない、
いや、あのクセカードなんだろうな。え、これツインソーでどうにかなる？神戦とかマジでやめて。ワンチャンこれでなんとかなる説はないですかね。ツインソーとかいう最強カードで、あのゴミを処理すればなんとかなるんじゃないか。耐えろアーグズコール。お前どんだけ突き破る盾に全信頼置いてんだよ。やべえな。いや、まだ諦めるな。まだ諦めるな。相手はツードローされたけど、ツインソーまだ残っている。まだいけるぞ。まだ参る。諦めたらそこで試合は終了だ。最後まで諦めてはいけない遊戯王は。新たな強い。新たな強えな、おい。新たなの効果も発動できないぞ、それでも。自分のなんか、マジェスティの効果で、新たなの効果も発動。何やばい。バリティデビルとマジェスティデビル並べようとしてる、こいつ。やばすぎ、やばい。え、でもこれツインソーを無効にするの無理じゃね。あれお前後ろ無警戒すぎんか。いけ、スキアクオーリリースし、キサーロフィールドのモンスターを2体破壊。よーし、ゴミがボギー。ツインソーパワーを思い知ったか、バカタルが。何がマジェスティデビルだ。何がマジェスティ、マジェスティじゃない、バリティデビルだ。バカタレがよ。来たわ、これ。勝てる。あぶねえ。ツインソー引いてなかったら、負けてた。対戦、ありがとうございました。耐えたー。